はい、今日のテーマは肺がん。このコーナーではたびたびがんを早期に発見することの大切さについてお伝えしてきましたが、このがんを早期発見、自覚のポイントでもある初期症状、西川さん、はい、肺がんの初期症状どんなものがあると思いますか？そうですね、咳がなかなか治らなかったりとか、あとはなんか肺というか息苦しいとか、なんか息切れしちゃうとか、なんかそういう感じが肺がんの初期症状だなって勝手に思ってます、ね、そういったイメージあると思うんですが、実はですね、肺がんは初期症状がないのが特徴なんです。もしも息切れや胸の痛み、長引く咳などがあった場合は、すぐに医療機関へ行く必要があるそうです。初期症状がなく気づきにくい肺がん、この予防や治療法について話を聞いてきました。今回お話を伺ったのは、呼吸器外科が専門の木所義輝医長です。なかなか肺がんというのは初期症状がなくて、非常に見つけづらいご病気になってきますので、一番大事なのはやはり検診ということになります。毎年受けた段階で昨年のものと比較したりということもありますので、これが時間の経過というのも非常に私たち重要視していきます。また難しい病気だというイメージがある肺がんですが、最近は薬物治療といってお薬の発展が非常に目覚ましいですし、放射線の治療というのも非常によく進んでおります。ですから、残念ながらどうしても進んだ状態で見つかってしまう患者さんもおられるんですが、そういう方でもしっかりとした治療をして治していくということも可能だと思います。鳥取県立中央病院ではロボットなどを使い、体を傷つけることが少ないがん治療に力を入れています。肺というのはですね、呼吸に関わってくる臓器になりますので、がんの治療といえどもやはり、しっかりと取らないといけないんですが、残さないといけないということもあります。大きな肺のくくりで大きくガバッと取るというものを肺葉切除というふうに言います。それに対してですね、もう少し小さく取るような区域切除という取り方がありますので、そういった方法を可能にするためにはやはり早期がんで見つけるということが大事かなと思います。はい、ということで話を伺ってきたんですが、中井さんはがんについて気をつけていることや気になっていることなどありますか？そうですね、検診になかなか行こうっていう気持ちにちょっと慣れなかったりするんですけれども、今回この初期症状がないっていうところと、その毎年検診することで肺の検査が肺の状態がその変化で分かるっていうところを聞いたので、はい、ちょっと毎年検診って大事なんだなと思いました。そうなんです、うん、しっかり治すためにも早く見つけることが大事。木所さんによりますと、医療技術が進歩しているということで、発見が早ければ早いほど治療法様々あります。さらに肺がんといえばタバコのイメージもありますが、喫煙歴がある人は確かにリスク高まりますが、吸わない人の肺がんも最近は増加しているそうです。なので、自分は吸わない、家族にも吸っている人がいないしなと人事だと思わずに、必ず検診を受けるようにしてほしいということでした。国の目安としては40歳以上の方から毎年1回の検診がおすすめだということです。ここまで今日は肺がんについてお伝えしました。